何だったんだ、兄さんのあの目。ただのシャリンガンじゃなかった。おはようございます。父さん、学校の授業だけじゃつまんないよ。俺はいつも一番だから。父さんが、この俺に直接術を教えてくれてる。カトン、豪華球の術。もう一度、付き合ってください。父さんは、兄さんや俺のこと、本当はどう思ってんの？この間父さん、俺のことをさすが俺の子だって言ってくれたんだ。兄さん、今日、学校が終わったら手裏剣術の修行を付き合ってよ。いつも許せサスケって額こづくばっかりで。それに今日はって、いつも見てくれないくせに。お稽古じゃない。修行だよ。上人がそんなベタなブービートラップに引っかかるかよ。マジかよ。本当に上人か？名は、ウチハサスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなもの、ある男を必ず、殺すことだ。おい、ナルト。俺と今から、戦え。いいから戦え！俺を助けたつもりだ。五代目か何か知らねえが、余計なことさせやがって。このうすらトンカチが、何図に乗ってんだ！お前は俺の額に、傷一つつけることすらできやしない。そういうのが図に乗ってるって言うんだ！てめえと俺が対等だと思ってんのか。カトン！豪華球の術！シロリ！兄との憎しみっていうつながりがな。いくつものつながりは、己を惑わせ。お前とのつながりを断ち切れなかったんじゃない。あいつに聞かされたやり方に従って、力を手にするのが尺だっただけだ。お前の命は、俺の気まぐれで助かっただけだということだ。お前には、火影になるっていう夢があるんじゃなかったな。修行でもしてりゃよかったのに。もうあんたに教わることは何もない。殺したい奴は他に。いつの前では非常になるさ。嫌が王でもな。オロチマル、あんたは俺より弱い。ここじゃなきゃ手に入りそうもなかったんだろ？あんたさ、シャリンガンだけが欲しかったんだろ？あんたの行為は、この名を持つ俺からすれば、浅ましく滑稽。これから空高く飛び立つ、鷹の目にな。相変わらず、やかましい奴らがあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。おかげになる。お前は九尾。俺は内葉の名によって。そして俺たちは里を。里の連中を恨んだ。お前は俺を兄弟と呼んだが、そういう意味じゃ、確かにそうかもな。桜とカカシがまだ残ってる。なんとかするだろう。そんなになってまで、なぜ俺の邪魔をしたがる奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は皆切ろうとした。なぜそこまでして俺に関わろうとする。そうか、それなら見せてくれ。どうやら俺たちは朝まで寝ちまったようだな。こんなになってまだやる気かよ。俺の負けだ。どうでもいいが、その呼び方はやめろ。風神を探すのかと聞いたな。起爆人間を生み出せるのは決定限界くらいの。監視がいるということは、オロチマルはここにいるんだな。木の葉で起きた起爆人間の襲撃、その首謀者につながる情報をオロチマルが持っている可能性。その難しいこともあんたなら簡単にできるはずだ。あいつがいないなら、里を守るのは俺しかいない。よくここが分かったな。奴の仲間か。サラダ、なのか。お前には、関係のないことだ。何かつかめれば、また報告する。世界を滅ぼしかけた痕跡を見落とすわけにはいかない。あいつには、サクラがついている。豪華球の術！現れてからゆっくり本当のことを吐け。で、お前まで。